L375S タント、タントカスタムターボですね。これの紹介いうかね、これもね、パーツ取りでバラバラしていきます。まだね、予定はだいぶ先ですが、商品紹介を兼ねてね、やっていきたいと思います。まずね、ボンネットあたり、へこみでライト傷ですね。でグリル割れです。バンパーはいけそうですね。これオールピーしてんのかな。なんかちょっと変わった色、もっと色。ちょっとカラーはちょっと分かりません。こんな感じで、昨日ね乗って帰ってきましたが、なんか息と死んでるみたいな感じですね。あとはウィンドとかミラーとか、そういう他の機能はね大丈夫です。後ろこんな感じですね。ゲートダンパー OK です。シートとかね、ちょっと16万キロぐらい走ってますが、ちょっと綺麗かな。そういう感じがします。販売するとしたらね、内装関係で、ナビはね昨日変えてきたけどね、全くずれてましたね。ちょっと GPS が悪いのかちょっと分かりませんが、外してるうちに線が外れてるとか、そんなんがあればもう一回再度チェックしていきます。電気回りしていきます。で、一人なのでね、ついてるついてないは後の動画でしかわからないので、その時にテロップかなんか入れます。ウィンカーミラーは大丈夫です。電気回りはこんな感じです。次はね、ホイールと足回り、ホイールガリ傷なしですね。で、足回りはね、車後ちょ右前抜けなしですね。
右後ろホイールもまあぼちぼち綺麗です。右リアの、まあ、車高調抜けなしですね。でゲートね、ちょっとここ折れてます。で左後ろまあオイルのにじみとかそれはないです。左のリアのホイール、まあ、目立ったガリ傷ないですね。で左の前、まあ、ホイールはねぼちぼちですね。でもオイルのにじみはないですね、まあ、固着とかはね外した時に確認します。で今からねガレージに掘り込みに行くので、まあ、ちょっと試運転動画撮っていきます。まあ、距離はね168,800。でまあ今昨日まあ乗って帰ってきましたが、ライトとかねちょっと負荷かけるとちょっと走りが弱いです。でナビねないとこ走ってます。エアコン効くんかな。まあエアコンね効いてますがね、エアコンをかけるとねもうパワーがなくて、まあ20キロぐらい出すのがいっぱいいっぱいです。ハンドルはね、まあ、ちょっとカバー外してみないとわからないですが、このももですね、エアバッグね販売できないのでハンドル側で売ります。でその際ね欲しい方はねプレゼントします。サービスいらない方はまあいらないと言ってもらえたら、まあ、その出品した時に質問で問い合わせてください。でね走行はねちょっと左足でブレーキ踏みながら右足でアイドリングを保った運転をしなければまあいけません。ちょっとねこれができない方はねちょっとね発進時演奏します。スローをね1000以上ちょっと上げてもらったら、まあ普通に普通ちょっと出だし弱いですかね、普通に乗れます。でルーフにねちょっとなんかついてるんで、まあ到着次第ちょっと確認してみます。ちょっとガレージ到着しました。でこいつが収納ケース。こんな感じだ。結構ね見ての通りいっぱいになりました。これもね通報で前をね片付けたおかげなのかわからないですが、まあ、その直後ぐらいからね会社の前もいっぱいなんですが、こっちもいっぱいになりました。
今回はね、まあ、ちょっと後にバラしていく担当カスタムですね、それのまあ紹介をしていきました。またね、バラす際は外す動画を、まあ、やっていきたいと思います。でまあちょっとね、時間先なのでこのままでいいっていう人がいてたら、まあ値段を教えてください。で他にもね、いろいろ動画出してますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。